い、ということでオープニングがちょっとね怖い感じのイメージのオープニングになりましたけれども、どうもカスです。カスですよ。いやー3週間ほどもう経ちますね。iPhone の新型、iPhone 13 もすでに発売されてますけれども、こちらの発表会、まあ Apple の発表会ですよね、日本時間だと深夜にやられて、それを翌日のまあ朝に、私が iPhone12 から13に変わることによってという意味でちょっと喋った動画があったんですけれども、まあタイトルの方もねちょっと煽るような感じで、あえて言おうカスであると、この動画が、まあ、私のチャンネルの中では結構多めに、3週間という期間の中で再生されて見られたわけなんですが、まあそうすると様々な方の反応とかね、そういったものが伺えるものがありまして、今回はあえてその話にちょっと触れていきたいと思います。で、まず分かりやすいのがやはりインパクトのあるサムネイル、そしてちょっと内容を匂わすようなタイトルがあると、まあ、動画はやっぱり見られやすいっていう SNS のね特徴ですよね。さらにそこに付け加えて、Apple の発表会、まあ、その直後というか翌朝になりますから、皆さんが関心持ってるタイミング、ここも合わさってまあ非常に多くの方に見ていただけたという形になったと思います。で、動画の方を今回改めてちょっと自己分析ということで、確認してみると、私普段はカメラの話多めにしますので、その中で最近上げた、比較的ね、最近上げたもので、ソニーのカメラの話をした動画と、あと今回のその iPhone 13の話をした動画、まあちょっと再生数が全然違うんでね、ちょっと統計っていうのも微妙にズレ感があるかもしれないんですが、まあこんな感じで違うっていうのをちょっと簡単なビジュアルにしてみました。それがこれなんですけれども、はい、まずはチャンネル登録者の総再生時間っていうのが YouTube のアナリティクスで見られるんですけど、そうすると、普段のカメラ動画って大体ね、こんな割合なんですよ。50% ぐらい。チャンネル登録してる方が 50%、チャンネル登録してない方が 50% ぐらいの再生時間を取ってくれる。に対して、先日のあえて言おうカスであるとっていう動画。こちらはチャンネル登録済みの方が 18.5%。なので再生している方のほとんどは普段私の動画を見てない方が多かったということになります。まあ、チャンネル登録しないで普段から見てくださってる方もいるので、これがそのままね、数字通りっていうわけじゃないんですけど、まあでもこんな感じですね。そして動画を視聴する男女比。私の YouTube チャンネルは男性がだいたい 95% ぐらいなんですよ。で、女性が 5% ぐらい。というのが全体的な平均の割合なんですけれども、カメラの動画に関してはだいたいこんなもんなんです。男性 99.5、女性 0.05%。まあほとんど私のチャンネルのカメラ話は、男性しか興味がないっていう。まあそうですよね。そんな感じの動画になってると思います。それに対して、先日の iPhone の話の動画。こちらは男性 90.2、女性が 9.8 ということで、かなり女性が見る比率が上がっています。まあこういうところもちょっと面白いところですよね。やっぱり iPhone の方がそれは関心いきますよね。カメラより。はい。あと、ここがやっぱりポイントですね。年齢。まあ、カメラ話をしてる時の動画の年齢層というのが私が一番マッチするものなんですが、自分の年代と合う45歳から上の世代が、この感覚ですね。ここが一番見てくれる視聴者層としては多いボリュームなんですよ。に対して iPhone、まあ、Apple 系の話になってくると多くなるのが、25から34歳の層。10歳ぐらいね、差ができるんですよ。まあ、やっぱりね、世代重要ですよね。自分より上の世代の方が非常に興味持つ動画っていうのは、まあ、私のチャンネル内ではそこそこ。で、反対に若い世代、20代から30代の世代が興味持つものってなると、まあ、より多く見られる傾向というのが分かって、まあ、ちょっと面白いなと思いました。まあ、それそうですよね。動画のプラットフォーム、YouTube が相変わらず代表ですけど、他にも TikTok とか、まあ、その他いろいろな動画共有サービスというのが非常に多くなってますけれども、まあ、その中でも特に YouTube に関しては20から30代の層っていうのは大きなボリュームゾーンになってると思いますので、はい、こんな感じの数字になったのかなっていう感じですね。まあ、かといってね、45歳の私がその若者とね、共有できるような情報ってもちろんありにはあるんですけど、そこだけいいネタやろうと思ったらやっぱりちょっと世代間のズレが出ますので、はい、私はマイペースに、自分と同世代の方を中心にした話、まあ、ネタ的にガンプラとかね、そういうのも入ってきたりすると、まあ、昭和50年代組なんかなって感じになっちゃいますけど、まあ、それが一番いいのかなと思ってます。はい、そのペースでいきたいと思います。はい。で、ここからは、あえて言おうカスであるとっていう、先日のね、動画の、評価とコメントに関してのお話。こちらの動画は、やはり私が普段上げてる動画の中では、低評価が多めについた動画になります。で、その理由としては、代表的なものがやはりサムネイルが狙いすぎ。そして動画で話してる内容がひどい。
あとは普段見ている動画とちょっと違うなっていう違和感、こういったところを感じられて低評価をつけられている方っていうのが多めにいたと思います。で、動画のサムネイルに関してはちょっと強い言葉であえて言おうカスであるとって大文字でね、ちょっと大きな文字でやったんですけど、私としてはちょっとガンダムが好きだからギレンザビのね言葉を借りてちょっとパロディっぽく面白くやってみようというちょっと軽い気持ちでサムネイル作ったんですよ。そしたらそれがちょっとねよろしくなかったんじゃないかなっていう話があって、まあまあよくわかります。で、動画の内容に関しては iPhone12 から iPhone13 になってあまり目立つ進化がなかったので、そこのところをちょっとね批判的な感じで言ってしまってたんですが、そこをねちゃんとね iPhone8 とかもっと古い機種とか、そういったものから iPhone13 するんだったらとてもいい機種編になりますよとか、まあ、iPhone13 自体はしっかりと魅力のある端末ですよっていうのをもうちょっとね言えてればよかったのかもしれないですね。ちょっとその部分が配慮が私自身がなかったかなと思いました。まあ、なので受け取られ方としては、私が単に iPhone13 を小バカにしてしまった、買う価値がないみたいな風にとらわれてしまった方もいらっしゃったようです。iPhone13 をねこれから買おうって思ってた方がねいたわけですからね、その中に、動画見てくれた中に。はい、そういうつもりではなかったんですけど、ちょっと伝え方がうまくなかったです。まあ、あとは普段の動画とちょっと違うっていうところで、私定期的にね結構こうバッシング動画じゃないんですけど、正直に私これ好きじゃない、これやだとかね、これつまんないっていうのを上げているんですけど、まあその頻度は多くないので、たまたま久しぶりに私の動画見て、このあえて言おうカスであるとっていう動画を見ちゃうと、その辺をねすごく不快に感じられた方がいたんかもしれないです。あとは低評価に関しては、普段からただ低評価をつけてるだけの方、さらにアップルのネガティブ動画は許さないっていう方、これらもいらっしゃったと思います。多く、私の YouTube チャンネルでの動画は動画を公開すると同時に、まあ大体いつも動画を公開するのが夜ね18時なんですけれども、ここで公開するとまあバッと低評価が無条件で上げた瞬間に10件から20件ぐらいバーってつくんですよ。まあなので、まあこれ個人的にはねこれ脳幹なんですけど、まあそういったものがあったり、あとはアップルに対してのネガティブな動画、これも私定期的にね上げてしまうんですけど、まあ素直にねちょっとなっちゃうと、そうすると決まってくるコメントが大体お前はもうアップル使うなとか、言ってること自体が気持ち悪い、まあ顔も気持ち悪い、そしてお前なんか偉そうだなっていう、こういうコメントがまあもっといろいろあるんですけどいっぱい来るんですよ。まあ特にアップル系の話やるときは多いですね。まあでもね受け取り方も自由だし話す方も自由なんで、その辺はまあお互い様ということで。で、この撮影で今喋ってる時点で、その iPhone13 の動画に関しては低評価が約950件、そしてコメントの方は約580件ということで、かなりいろいろと反応していただいてます。なので普段 SNS とかで自分からね言葉を発したりとか、 YouTube でこういう風に動画を公開して自分の話をしてたりする人じゃなければ、その評価でね1000人近い方が低評価してきてる、まあコメントの方でも批判的な言葉を浴びせられてるって考えると、うわーやっぱ SNS 嫌だわーって思う方たくさんいらっしゃると思うんですよ。まあただポジティブにちょっと切り替えると、ここでポジティブに切り替えるのがねちょっとあれなんですけど、再生が約10万回以上されていて、その中で低評価は約1000件、そして批判的なコメントは580件のコメントの中のごく一部という風に取ったら本当に少数なんですよ、その動画見られてる数の中の少数っていう風に思ったら、あ、なんだ大したことないじゃないっていう風に考える考え方もありだと思うんですよ。まあ私こんな感じです。まあただ特にコメントですよね。コメントに関しては1000の共感されるコメントより1の批判コメント、これが辛く思う人っていうのも世の中にはいっぱいいます、多いんですよ。まあだから今ネットの対策とかで誹謗中傷はやめましょう、まあそれによって傷つく方がいますというのがあるので、私としてはやっぱり誹謗中傷のコメントってやっぱ好きじゃないんですよ。まあしたことないですし、なのでもし自分がその動画を見てこの人嫌だなとかこの人おかしいんじゃないって思っても、まあ、そのコメントをねダイレクトにバーってすぐ書き込んじゃうんじゃなくて、一回打った文章なりを自分でもらったらどんな感じがするかなって考えた上で投稿してほしいっていう、まあ、それで考えても投稿しちゃうんだったらもうその人はある意味抜けてる人ですよ。抜けてると思います。まあ、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど、やっぱりネットのね世界って簡単にひどい言葉を
相手にね届けられちゃうから、まあ、だからこそ打った文章とか自分が考えた言葉というのが相手に伝わったらどんな感じに受け取られるか、どういう気分になるのかって自分でね一回見直して投稿するっていうワンクッション入れるのが大事ってことをちょっと伝えたかった私でございます。ちなみに私の動画ではね、ひどい言葉とかお前気持ち悪いよとかね、ヒゲがなんか汚いよとか、服装もっとちゃんとしてくださいとかいろいろ言われますけど、それは全然私は受け取りますけど気にしません。まあ、あんまりひどいことね言われたりね、私自身のことじゃないこと書かれちゃったりすると削除しますけどね、削除しますけどね。2回言ったけど。はい。といったところで、今回の話は終わりにしたいと思います。あえて言おうカスであるとの動画ですね。iPhone 13の話に関する動画が、多くの方の目に触れて、まあ、いろんな方のちょっとご意見を聞けて、まあ、私自身すごいためになった動画でございました。ご視聴の方ありがとうございました。で、私自身動画の途中でも言いましたけど、あんまり狙ってやる動画って本来は好きじゃないんですよ。なので、まあ途中途中ね、アクセントとしてチャンネル内に入れるとは思うんですけれども、基本はまあいつものように自分の素直な感想で、商品の紹介とかカメラの話などをやっていきたいと思います。まあゲームの話も入れますしね。はい。ということで、まあ今後ともご視聴していただける方はぜひチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあネットでコメントができるサービスだとどうしてもねこういう問題出てくると思うんですけど、最近なんかヤフーがね、まあ最近でもないんか、昔からか、ヤフーコメントが結構ひどいみたいですね。なんかいろいろとね、こうコメントでバッシング浴びせるやつがバーってね連なっちゃって、そこに対しても高評価みたいな、そのねバッシングしてるコメントに対して高評価がバーって何万件って集まっちゃって、なんかちょっとヤフーコメのね秩序のなさ、無秩序どうかなって思う一方で、まあ結局は一番問題なのは、一方的に誹謗中傷の言葉をこう投げかけ続けてしまってる人たちだと思うんですけどね。まあ、そこが一番の問題なんですよ、本来。はい、真面目な話になっちゃった。終わり。